しかったです。よかった それはよかったです。すごく。今日は何やったっけ。絵を描きました。あいあい、あいあいと牛、牛描きました。見ました。みんな、あ、みんな拡散してください。配信してるよって。あとはメイクポーチ、あ、メイク道具、必需品仕事に必需品はメイク道具ですって紹介したりとか、まあいろいろしました。イラストプレゼント募集お願いします。え、これいる？捨てますけど捨てさせていただきますけど捨てます。これはメイクポーチの中身知りたい。メイクポーチの中身は汚いですよ。特にパンパンに入ってるんですけど、こんなんです。あ、めっちゃ汚い。なんかちょっと待って、筆がちょっと多いんですけど、めっちゃ入ってるんです。見えるかな、ほら。いろいろ、あ、これね、あやめろに誕生日で今年いただいたチークとか、これも使ってるし、うん、こんな感じ。必需品は総額わかんない。総額いくらだろう、わかりません。明日ファンデーション買いに行かなきゃ。ハリの使ってるファンデーション、これもうなくて買わなきゃいけない。なんかめっちゃ汚い、やばい。後で拭こう。青みピンク。今日のチークはこれ。あ、めっちゃ映りそう。やっぱ見せるのやめとく反射して映っちゃう。マニキュアはちょっと見ないでください、ボロボロから。なんか今日のアイデアおしとやか。え、おしとやかじゃない。全然おしとやかじゃないですよ。普通何やんかな。服はこんな感じ。今日は水色ぽい感じです。今日の雰囲気めっちゃ好き。本当？やった。髪の毛めっちゃくるんってした。今日見て、めっちゃ綺麗な前下がり。ベストみたいになって、うん、くっついてる。ワンピース。一枚の布です。サラサラ髪の毛。何話そうかな。今日はずっとお家にいたんですけど、そうだ、このあとね配信がまたショールームで、なんかシングルのやつがあるみたいなんですけど、
ぜひそちらもね見ていただくために、ちょっとあんまね長々と配信はしないんですけど、そう19時から配信なんで、ぜひご覧ください。私も何を話すのか全然内容知らないんだけどって感じ。今日のあれちゃんは何したの？今日ずっとお家にいました。タイトルとか選抜メンバー発表かな。なるほど。いやタイトル知らない、何も知らん。そう何も知らんから、何話そうか分からんけど、とりあえずお布団はシナモンです。ほら見て、見えるか、あシナモン。あれちゃんの眉毛の形好き。やだちょっと待って見せたくない。やばい。ナナディ2の曲が来ると思って。そう。え？え？え？ユナナのハンドメイドアクセサリーイベント行ってきた。え、あーでも行きたかった、めっちゃ行きたかった、すごい。シナモンのくじやってる、あ、そうやってる、超可愛いですよね。あれあれは欲しくて、あの消毒みたいな泡なんかわかんないんですけど、こうやってさ手にさあの機械がくじであって、あれ欲しかった。めっちゃ鼻かゆいんだけど何事。枕カバーもね、シナモンだし。あ、握手。昨日は何してたっけ、めっちゃ鼻かゆい、ね、昨日何してたっけ。あ、昨日はさきさんとゆまなさんとご飯食べてました。やばい、めっちゃくしゃみ出そう、ダメだ、アレルギー、なんだ、やばい。花粉症です。めっちゃ目かゆいしね今、やばい死にそう。そうさきさんと今野さんと遊んで、その前は何したっけ、あ、トーク会でした。ホコリアレルギー、いやそれは絶対ある。ホコリでさアレルギー、でもホコリってどうしたらいいの、そういうすればいいのか。ナリは末っ子気質、え？わかんない、ナリは、え？でもナリは落ち着いてますよ意外と。意外とね、意外と。いつ聞いてもナリちゃんの声が可愛すぎて、やった、ありがとうございます、嬉しい。ユニバの感想、ユニバはなんか楽しかったけど体調を崩しました。普通に甘えん坊じゃない、それはあると思う。加湿器、最近さきぽんをさきちゃん呼びしてるの、そうさきちゃんって呼んでるよ。あいちゃんは後輩にも懐かれ、え、全然そんなことない、なんかうん全然全然全然、乗り物用意したんです、そう乗り物用意して、なんか
そう、大変だった思いでしかない。楽しかったけど、カラオケ配信したいな。カラオケ配信したい、めっちゃめっちゃしたい。でもなんかその日によってやはり喉の調子のあれが変わってくるからさ。ブユピが入ってきたけど話したことある、ある。てか誕生日プレゼントをめちゃ前になんかいただいてお返しをしました。この間めっちゃ遅くなっちゃったんだけど、トーク会で生で見たら実物めっちゃ可愛くてびっくりした。嬉しい、ありがとうございます。いつのだろう、この間のかな。嬉しい、ありがとうございます。でそう、ぜひだから次のシングルもみんな会いに来てほしいなと思う。だから今回その多分もうイベントないかもって思って、あの返金対応とかしちゃった人とか普通に都合が合わなくて来れなくなっちゃった人とかいると思うんですけど、そうぜひ次のねシングルはもう来てほしいなって思います。まあなんかさ、こんなことになると思ってなかったからさ、みんな多分普通に会えもしないんじゃないかなと思って返金しちゃったりとかしたと思うんだけど、次の多分シングルはまあ握手会とかがまあどうなるか分かんないけど、まあできたらめちゃめちゃいいんだけど、できなかったとしてもとりあえずはまあ会うことは多分できるのかなと思うから、と会うこと、ん、会うことできなかったとしてもオンラインだったりとかなんかそういう絶対イベントはやると思うので、ぜひ次のねシングルも買っていただけると嬉しいなと思います。あゆちゃんはタコわさびは好きですが、僕はタコ料理好きです。タコ料理は好きですけどタコわさびみたいなのは好きじゃない。31に再会できた時ちょっと泣きそうになった。え、嬉しい。なんかね会えないかったからさ、あれだけど次は会えるかもしれないし、なんかコロナなんか落ち着いたかなって思ってもまたなんかさすごい増えちゃったりするからね、本当になんかどうなるか分からんけど、 AKB のオンラインもアイリー登録して、あ、本当？え、あれもすごい次かな、もう少しで AKB の方のオンラインもあるんですけど、それも楽しみ。そしたらさきぼうの誕生日、あ、そう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 、お祝いしなきゃ。生存確認できたからよかった。そう、生存確認もしてほしいですね。劇場公演与えますよ、ぜひみんな諦めずに応募してくれ倍率やばいけど。次のシングル、親友を連れてアイリーレインに行くね。あ、嬉しい。布教活動みんなよろしくお願いします。嬉しい。なんかそう言って友達連れてきたよとかみんなしてくれる、嬉しい。けどさ、やっぱそういうのってさ、その友達の推しメンのところにも行かないといけないじゃないですか。みんなそれでとなんか釣られてしまわないように。初めて来ました、初見さん、ありがとうございます。 SKE48 をやっております、水野愛理です。ぜひインスタとかツイッターとかチェックしてフォローしていただけたら嬉しいなと思います。治療師だけど愛理ちゃんの件また絶対取る。え、ぜひね。てかチュリさんさ、もう終わっちゃったのかな。でもまだ会えるよね多分。もうね、チュリさんにね、チュリさんにすごい会いたくて、
で、会ったんだけど、握手特会で、なんかね、話したいことがね、ありすぎてないんだよね。そう、会えるだけで嬉しいみたいな。そう、名古屋は終わりだけどさ、あ、じゃあもう握手も何もないってこと？名古屋はってどういうことや。あ、ミラーボールありがとう。あざっす。あざっす。チューの顔めっちゃ可愛い。わかる。超可愛いよね。守りたくなる、チューさんは。超可愛い。本人を前にすると喋れなくなる。え、そう。そう。てか、なんか別にチューさんと、チューさんは、なんかもう見たい。チューさんの近くにそう入れるだけで幸せ的な。なんてこと絶対の本人の前では言いませんがね。12月に関東。あ、なるほど。じゃあ12月まではまだ会えるということで。次のシングルはもういないのか。ピエンだね。チェイさんとのココイチが最高でした。いや、思い出あるし、なんか愛理がすごく落ち込んで病んでいる時にチェイさんはちゃんと見てて、ね、そうやって気にかけてくれた先輩なので、超超超超大切な方です。愛のチェイ好き意外、嘘。ママです、ママ。お母さんみたいな。そう、切れた。悲しくて。何しゃべろう。あと15分経ったけど、30分でとりあえず終わりにしようって決めてるんですけど。見てないよ。あったね、確かに。でもあんま覚えてない、記憶がない。あれ、記憶すぐなくなっちゃうんですよね。初日。何話そう。今日喋れない日って言ってもいつも喋れない日。なんかさ、自分から自主的にさ、ショールームやろうって思った日じゃないと喋れん。って思った日でも喋れないんだけど、なんかより一層喋れん。ハートありがとう。ありがとうございます。みんな星も投げてくれ。投げてくれ、ぜひ。ありがとう、みんなありがとうございます。そう、気分が乗ってるかどうか。そう、気分がね、ちょっとね、乗り切れてない。なんかずっと家にいてさ、いきなり配信してさ、一人喋りしてくださいって言われてもさ、すごい乗れないんですよね。だから誰かとお出かけ行って帰ってきて配信とかだったらめっちゃテンション高く配信できそう。やばい、ごめん、止まっちゃった。充電がないらしい。ショールーム久々すぎて星投げれて声忘れた。忘れんといてや。そう、スイッチの切り替えがちょっとまだできてない。今オフです、オフ。家にいると喋んないじゃん。そう、一人でさ喋んないから。今日もずっと YouTube 見て、なんかそう、あとももたんの配信ね、始まる前ちょっと見てた。めっちゃね、入った瞬間にね、超元気でね、はっ元気ってなって、
てなんかちんちこちんやる直線もももたんの配信見てテンションを自分もこんぐらい上げようって思って頑張ったんだけど結局無理だったそうめっちゃ元気だった。あとねみくるんのね配信もねちょっと聞いてた。いやももたんはもう背景がすでに元気だったなんかもう形から入るタイプっていうかすごいなと思った。ももたん配信見てるとこっちがなぜか恥ずかしいありちゃんキュンください。キュンです、キュンです。ポケットないな。ポケットからキュンです。何落としたの、キュンです。君がくれたキュンです。でも君にあげられなくてシュンです懐かしい。そう、アリちょっとマイペース今日のんびりちょい古いね、ちょい古い。でもちょっとキュンくださいって言われたから。最近 TikTok あんま見てないの。何が流行ってるんだろう今。超マイペースで終わり、まったり配信だからね。久しぶり元気だったか。いや逆に聞きたい、みんなは元気、元気ですか元気ですか、元気ですか。本当に何してん。あいちゃんは怖いなって呼ばれたよ。え全然何でも雪ですよ。いやあれも元気いっぱいなはずなんだけどさ、ちょっと今日はねマイペースですけど。まあ待って、すごい目に入ったから見せるわ。初代ドラニーちゃんグッズ、ここからドラニーは誕生した T シャツじゃん。これ原画だよね。だって鉛筆書きみたいな感じのさままプリントされてるから、なんていうのこういうの、なんかその一番最初の絵、この絵をもとにキーホルダーが作られたりとかしてるんですよ。懐かしくないこの T シャツ、ドラフト2期の T シャツです。何周年だっけこれ。ハニーワークスさんっぽい。それはちょっと怒られるよハニワさんは見て、アリツインしてんのの時かわいいでしょこれ。これアユか、前歯出てるんよ、かわいいやろ。くひいひ難しい。これはどこ、これこっちゃんか、これはこっちゃんで、その下は菅原です。懐かしいね、懐かしの。こちら S サイズになります。どれでなんか見た目ちっちゃいと思った。これ衣装で着てたんよな、なんか多分ドラ兄ちゃんです。でもドラ兄ちゃんは最近もそのマフラータオルとか、この間のね12周年のグッズの時にドラフト2期は
トラ兄ちゃんのマフラータオルとマグカップを作ったんですよ。ドラ兄ちゃん使いやすい何事もドラ兄でなんか企画考えるとき大体ドラ兄ちゃんだから使いやすいです。すごい、私普通に可愛くない？ドラ兄ちゃん、私結構さ、ファンの人もさ、全然ドラフト2期のさファンじゃないさ人もさ、ドラ兄のドラ兄ちゃんのキーホルダーついてたりとかするから、かわいい。普通にキャラクターとして可愛い。これってとかショールームでドラ兄ちゃんのアバター作って、確かに本当だね、作ってほしい、可愛いやん絶対。後ろ姿でつい買ってしまった。あ、そう、後ろ姿も今回はからまたグレードアップして、今までは背中何にもなかったんですけど模様をね、でもともとあの子の柄牛柄なんですよ、体の柄が菅原の仙台の牛なので、牛柄なので、その牛柄を利用して D2 って背中に刻んだんですけど、そう、アジちゃんのプロフィール写真変えてほしい。何のやつ？潜在写真かな。アリも変えてほしい。かわいい。今ドラニー、ドラニー宣伝してるのありたんだっけ。いや、そんなことないと思うけど。いや、うち今たま目にドラニーちゃんが入ったから紹介したけど。アーシャ変わらんね、アーシャほんと変えてほしいんだけど、最近着る機会がないからパジャマにして、いやーもうみんな着て。あとなんかあるかな、あ懐かしいの出てきたよ。あ待って、ファンの人が作ったさドラニーちゃんの T シャツも出てきた、ほらこれはファンの人が作ったやつ。目指せ最強期って書いてある。目指せ最強期、これはファンの人が作ったドラニーちゃん。ドラニーちゃんいっぱい、あとはこれも懐かしい、懐かしいのいっぱいある、ここに。よいしょ、あ待って、一番懐かしいの出てきた。これファンの人がなんか作って送ってくれたんだけど、トヨスタの時のアイユカの T シャツ、なんか多分写真撮影 OK タイムみたいなのでファンの人が撮ったやつがねプリントされてるんだけど、超ちっちゃくない？ほら、あゆとあゆか、懐かしい。懐かしい。これ150センチなんだけど、サイズバカちっちゃい。150だよ、150。150。かわいいな、この T シャツ。そう、お子ちゃま。細っ。うん、あと何があるかな。もうあとない、まあいろいろある、いろいろある、うん、いろいろありすぎて、めっちゃレアな T シャツいっぱい入ってるもん。150
50って表現が子供、え、それだ、だって S よりちっちゃくない、多分身長伸びたよ、知ってる、だってあれ入った時143センチなんですけど今153センチだからめっちゃ伸びた、超伸びたよ。そうね、あ、30分経ったって、じゃあ終わります、もう終わらせていただきます、よろしいでしょうかちょっと充電もないのでこの辺で、ね、終わりたいと思います、ありがとうございました、よしというとこ、ということで今日もチンチコチンカ見ていただいている方ありがとうございます、そしてはい、何言おうとしたんだろう、あ、この配信もね見てくださった方ありがとうございました、お仕事行ってきます、頑張ってください、まだ用事ある方は頑張ってくださいということで、19時からねシングルについての多分はショールームをメンバーが多分やると思うので、いつもよかったチェックチェ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 ックよろしくお願いしますということで、ありがとうございました、バイバイまたね、バイバーイ。